December 25th birthday in mystery. The similarities between Mithraism and Christianity have included their chapels, the term father for priest, celibacy, and it is notoriously claimed, the December 25th birth date. Over the centuries, apologists contending that Mithraism copied Christianity. Nevertheless, have asserted that the December 25th birth date was taken from Mithraism. As Sir Arthur Weigel says, Mithra's birthday on December the 25th has been so widely claimed that the Catholic Encyclopedia Mithraism remarks as follows the 25th december was observed as his birthday, the natalis invicti, the rebirth of the winter sun, unconquered by the rigours of the season. december 25th was really the date, not of the birth of jesus, but of the sun god. ハルス、ソン・オブ・イシス、ハウイン・エータイムデンティファイト・ウィラシャン・サン・ガーン・ヘンス・ウィミトラ。12月25日はイエスの誕生日ではありませんでした。そのことを意識してか、カトリックの 時点にによよっても次のようにあります12月25日というのは季節の新しい太陽が生まれ変わるその日であるとまたミトラ教はキリスト教のコピーであるとキリスト教側は主張していますが実はその「新約」「12月25日」についてもそうです。 さらに言えばミトラはホルスつまりエシスの息子エジプトの神ですけれどもそのホルスと同一視されていますともに太陽の神ということになりますそしてそのミトラは12月25日ゾロアスター教でいう当時祭の日に母アナヒーターの処女解体によって 馬屋で生ままれす母アナヒータの書上解体によって馬屋で生まれます母アナヒータのそこへ三人のマギがやってきてミトラの誕生を祝います広瀬林浜しハマ,マスリージャパンバウンダリーストーンです境界石です古代の神々の形図を知るには このバウンダリーストーンが大変役に立ちます。さらにその上位の神から、王権を授けられた地上の神は、その地の支配権を手にします。そしてその支配の及ぶ教会に、このバウンダリーストーンを置いたということになります。ここでは、三人の神に注意してください。まるで囲んだのが、 エア・エンキギリシャ神話名プロメテウスということになりますそしてその右ニンフルサグまたの名をアナヒータギリシャ神話名アルテミス日本ではアマテラスと呼ばれていましたニンフルサグはエア・エンキの姉でもあり 妻でもありましたそしてそのニンフルサウが当時祭12月25日に主女解体によって設けた子供がマルドゥックつまりミトラということになりますギリシャ神話名アポロもしくはリオニソースということになりますそして日本ではスサノオと呼ばれていましたそのマルドゥックは父にあたる延期を倒して位につきますミトラ像ですお牛にまたがっているミトラ ということになります右手には単剣を持っていてエアつまり延期のシンボルであるお牛を倒していますこうしてマルドックは延期を倒してクラに着きますバウンダリーストーンについて説明しておきます境界石ですいろいろなバウンダリーストーンがありますがこのバウンダリーストーンにおいては頂点にイナンな イシュタールが描かれています八方向に伸びる金星を表していますそしてその向かって左側に月のマークシンです右にシャマーシュ太陽の紋章が描いてありますそしてその下二段目左からエンリルその右がエンキということになりますこうしたバウンダリーストーンを教会において 自分の支配権を確立したとということになりますそしてこのバウンダリーストーンでは3段目向かって左側にマルドックが描かれています、まあ、こうして古代の神々の構図系図が分かるというわけです先ほどマルドックが延期を倒したと言いましたがマルドックはその後延期に りもっとも神々の世界では神々自身には名前がありませんまた人間に対して名前を語るということもありませんでしたですからその地方司方によって神の名前が変わりますつまり勝手に人間がそれぞれの地方でそれぞれの名前で神を呼んでいたということになります この動画の中では、延期、ニンフルサング、そしてこのマルドックに注意してください。マルドックイコールラー、つまり地球を支配する神の中の神ということになります。そして、女神、ニンフルサングです。中国ではジョカと呼ばれていました。バイ・ハヤシヒロシ説です。アナヒーターです。 女女神神中の女神ですこの女神がアフラつまりペルシャに散らばっているいろいろな神アフラを一つにまとめてアフラ・マズダーつまり最も賢い神としましたそしてアフラ・マズダーを立てそしてマギ教を起こしますここが今日のポイントになりますから繰り返しますマギ教を起こしますそして ゾロアスターによって広められたのでその後一般にはゾロアスター教と呼ばれるようになりますそしてアナヒータは浄化純粋という役目のほかキリスト教に先立つミトラのバージンマザーでもあるとこの方の本には書かれていますもう一度おさらいしておきますアフラーつまり神ですその 神神の中でも最も最賢い神をアフラー・マズダーと言いますアフラー・マズダーを一心としてアナヒーターがマギ教を起こしますアナヒーターがマギ教の出身でしたそのマギ教を広めたのがゾロアスターですですからその後マギ教のことをゾロアスター教と言うようになりましたマギ教つまりマニ教つまりミレ あるいは密教あるいはマイトレイヤーとも言いますが日本では弥勒菩薩教と呼ばれるようになりますでは12月25日は誰の誕生日であったかその答えはもう皆さんお知りになっていると思いますミトラは、母アナヒータの 書状解体によって12月25日、馬屋で生まれます。そこへ3人のマギがやってきて、ミトラの誕生を祝します。その時の様子は新約聖書にも書かれています。3人のマギということになっていますが、聖書を丁寧に読むと、3人とは書いてありません。3つの贈り物と書いてあります。その 3つの贈り物というところから3人という、まあ、数字といいますか人数が生まれましたが実際には1人であった可能性が大変高いということになりますというのもマギというのは固有名詞であったからですつまりスターゲーザー神と話をする人話ができる人のことをマギと言いました 現在私たちがマジックマジシャンの語源にもなっている言葉ですミトラは12月25日に生まれましたそして羊飼いたちの見守る中貝い桶の中に布で包まれて置かれましたミトラは偉大な先生と呼ばれていましたそして後に 12人の使徒を持ちますそしてミトラは数々の奇跡を行いますそして太陽の偉大なお牛としてミトラは自らを世界平和のために捧げますまたミトラは自らの乗り物によって 天国と地上を行き来しますそしてミトラはよき羊飼いとして考えられていましたそして自らを道であり真実でありそして光であると説きましたミトラは救世主 つまりメシアでもあったわけですけども同時に全知全能の神でもあったということになりますこうしてミトラ教とキリスト教を比べてみると似ているというよりは全くその内容が同じであることに皆さんもお気づきになりますそして日曜日を守備ローズデイと定めた ともありますさらにさらに言えばキリスト教でいうところのバプティズムももとはと言えばミトラ教の儀式であったということそして祈りの最後に述べる「エイメン」つまり「アーメン」という言葉ももとはと言えばミトラ教の習字であったということですそのミトラはメシアとして その後キリスト教の中に取り入れられたことは今さら言うまでもありませんつまりどちらかがどちらかをコピーしたということになりますがミトラ教はキリスト教が生まれるさらに500年も前の昔に生まれていますもう皆さんどちらがどちらをコピーしたかお分かりですね仮に100歩譲ったとしても こと12月25日についてはローマンカトリックもイエス・キリストの誕生日とは認定していないということです 2> 第2のポイントとしてマギについて考えておきます3人のマギと言いましたが3人になったのは どうやら3つの贈り物がその理由になっているようです一1人が3つの贈り物をしたとも考えられますこれはイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボー寺院の壁画として残る3人のマギのモザイク画ですその3人のうち向かって一番左側の人物は私、林宏はダリフス一世と判断しましたとなると 前の2人は誰かということになりますで調べてみると国によって皆名前が違うことが分かりましたこのサンタ・アプリナ・アレ・ヌーボ寺院の壁画によれば向かって一番左にいる人物はバルサザールということになっています名前が皆違うということは定説はないということになるのではないでしょうか で私林氏はやしろしはここに描かれている3人はペルシャの王であると判断しました一番右にいるのがカンピュセス2世そして2番目がストダーナ・ガウタマそして3番目がダリフス1世ということになります王位の順序から考えるとそうなりますがその中でも特に位の高かったのが ストーダーナガウタマとということになりますペルセポリスの碑文の中にもストーダーナガウタマつまりマギとありますそしてヘロトトスの書いた歴史の中にもやはりストーダーナゴータママギとありますつまりペルセポリスのサカ族のサカ族のストーダーナガウタマということになりますそこで私林浩は マギというのは一般名詞ではなく一人の王を示す固有名詞であると判断しましたえつまり最高位のスターゲイザー星を見る人つまりストダナゴウタマこそがそのマギであると判断しましたとなると残りの2人は誰かということですけれども2番目と1番目を入れ替えて1位がストダナ・ゴータマ2番目がカンビュセス2世 そしてそのカンビュセス2世を暗殺して蔵についたのがダリウス1世ということになりますこのモザイク画の中で向かって右側先頭に立っている人物こそが 私たちがブッダと呼んでいるシッター・ルタ・ゴウタマ、すなわち、ペルシャ名、セッター・アルタ・ゴウタマのお父さんの、ストダーナ・ガウタマということになります。サカ族の王、ストダーナ・ガウタマということになります。二番目がカンビュセス二世、そして三番目がダリウス一世ということになります。そして、ストダーナ・ゴウタマこそが、ペルシャのマギ、最高位の位にあったマギでした。そのマギが、 アナヒーターが主要解体で設けたミトラの誕生の時にアナヒーターとミトラのもとに駆けつけたということになります繰り返しになりますがペルセポリスの碑文そしてヘロドトスの歴史の中では不当だなガウタマだけがマギと表記されていますつまりマギこそが最高位の神であったということになりますつまり 私たちがブッダと呼ぶその方、シッターアルタ・ゴウタマ、ペルシャ名、セッターアルタ・ゴウタマのお父さんということになります。その証拠が私たちが苦行中のブッダと呼んでいる、その像の台座のところにありました。バイハヤシヒシ発見です。これは苦行中のブッダの像ではありません。お父さんの不当だなガウタマの像です。 その台座には、ゾロアスター教の神事がそのまま彫り込まれています。ここに注意してください。その台座には、ゾロアスター教の神事がそのまま彫り込まれています。繰り返します。これはブッダの像ではなくて、ブッダのお父さんのストーダーナ・ガウタマの像ということになります。そして、この絵は、世界で最も古いと言われている、 ブッダの絵絵から起こされた絵です。その絵の周りにもやはりゾラスター教で使う松明が描かれています。その松明に注意してください。ということはこの絵もまたブッダ自身ではなくてブッダのお父さんのストーダーなガウダマということになります。その絵の絵中にも、やはり、 松明が描かれていいるということですね。こうしてブッダつまりネパールのシッタアルタゴータマとペルシャのセッターアルタゴータマそしてその父親のストダナゴータマとゾラスター教がつながっていきますもう一度最後におさらいしておきますミトラは12月25日に母アナヒーターの 首上解体によって馬屋で生まれますそして布にくるまれ海馬桶の中に据え置かれますそこへ3人のマギではなくて1人のマギに連れられた3人もしくは1人がやってきますそして3つの贈り物をアナイヒーターに届けますでその3人とは誰かつまり右からストーダーナゴータマ中央がカンビュセス2世 あるいはカンブジアとも言いますそして一番左がダリウス1世あるいはダレイオスとも言いますということになりますそしてそのミトラ教はやがて密教となりチベットに伝えられそこへ現状三蔵が行きそれを長安に伝えますその長安へ空海が行って日本へ伝えます上が苦行中のブッダと言われてますけども苦行中のブッダではなくて この方こそがブッダのお父さんのストーダナ・ガウタマということになります一方その流れはゾラスター教からミトラ教へとつながり時代は下りますがギリシャ彫刻からガンダーラス、ガンダーラスから法隆寺の隣にあります中宮寺のハンカシー像弥勒菩薩像へとつながっていきますつまり聖徳太子とこのようにしてつながっているということですそして、 この法隆寺の像を介して空海が掘ったとされる像へとつながっていきますこうして一連性を持ってペルシャと日本はつながっているということですがこういう流れを良しとしない一派がありましたバウンダリーストーンですその頂点に位置するのがシュメールメイナンナ バビロニアアメソポテミア名イシュタールですこの赤丸で囲んだのがイナンナ、別名イシュタールです。エジプトではマリと呼ばれていました。ヘブライ名マリアです。そのマリアが兄のウツと組んでキリスト教を立ち上げます。ウツ、別名シャマーシュです。太陽の神です。シャマーシュです。そしてキリスト教を 立ち上げますチャーチオブ・ローマを立ち上げるということですね。そしてキリスト教が生まれます。左がミトラ教です。右がキリスト教です。読み比べてみてください。全く同じです。つまり三人のマギですね。 キリスト教の方では博士とか賢者とかいう時もあります馬屋馬屋ですそして12月25日に共に生まれていますミトラは12月25日に生まれていますキリスト教の方ではキリストの誕生日とは言っていません高誕祭と現在は言っているようですさらに 内容も同じです。奇跡も同じです。弟子は12世だ。キリスト教の方は十二使徒ですね。最後の晩餐、ミトラは天井に帰るとき、オリンポスでその祝宴をあげます。 で生態はパンとワインとキリスト教の方もイエスの肉イエスの血となっています一番下バプティズムもそもそもはミトラ教の儀式であったということですねですからイエス自身もキリスト教によれば洗礼を受けたということになっています地下洞窟カンタコンペです最近イギリスのロンドンドでも ミトラ教の地下教会つまりカンタコンペが見つかったと言われていますそして、まあ、地下共同墓地で儀式を行ったということですね洗礼も行ったそしてミトラは光であり道であると説いていますそして私は復活するという言葉を残しています内容はキリスト教と同じです 2段目、ミトラ教の方ではメシアというのはミトラ自身を言います。キリスト教の方では救世主ということになっています。安息日ではなくてこれはロードデイ、守備のことです、えー。日曜日です。旧約聖書では最初は土曜日でしたけども、後に日曜日に変更しています。守備、ロードデイです。そして神父を ファーダーと呼ぶ同じです、えー、ミトラ教の方では父というのはアフラ・マザーということになりますがしかしキリスト教の方ではエル・シャダイというだけ,でだけで誰だか分かっていませんそして立場はミトラの方は太陽神そしてキリスト教の方では私は光であるとなっていますがそのチャーチ・オブ・ローマは 4世紀後半にローマの国教として認定されます同時にカトリックと名を改めイスタール祭はイースターと名を変えます現在のイースターがそれに当たりますそして同時に徹底的に今度はミトラ教を弾圧しますで現在の今もミトラ教を悪魔教と位置づけています あまりにも類似しているために、まあ、そのようになったとこのミトラス教と神知学サイトは書いていますがメシアそのものはミトラそのものであったということを忘れてはなりませんが繰り返しますがあまりにもよく似ているというよりも同じで あったことからですね逆に今度はキリスト教とはミトラ教を指して悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だとまで主張するようになりました。順序があべこべだということです。そういう中クリスマスが現在も祝われていますがだからといってクリスマスを否定してはいけません。その宗教を 守り育てその儀式を守り育ててきたのは善良な私たち人間であるからですそのクリスマスには温かい人間の心と血が通っていますそれまで否定してはいけないいいけないと私林博士は考えていますただ残念なことはですね延期エアーその流れを組むマルドゥックをルシファーつまり悪魔と位置づけて まあこのような形でキリスト教側の方では表現しているという点です。で結論ということになります。12月25日は実はイエス・キリストの誕生日ではなくてミトラの誕生日であったということになります。ミトラはゾラスター教の当時祭の12月25日に 母アナヒーターの処女解体によって馬屋で生まれますそこへ一人の間ギ二人を連れてきたかもしれませんがやってきて三つの贈り物をアナヒーターに授けますそして大変大変興味深いことはそのフソダアゴータマは私たちがブッダつまりネパール名シッタールタゴータマペルシャ名セッタアルタゴータマ 宇宙の真理の解放者の父親であったということです。以上が12月25日クリスマスの謎ということになりますが、繰り返しますが、だからといってクリスマスを否定してはいけません。そのクリスマスには私たちの善なる心、温かい心、人間が守り育ててきた心がその中に今の今も Ikiziteimas. Merry Christmas. Bye for now. It is widely as well as commonly believed that Santa Claus or Father Christmas was Saint Nicholas Saint Nicholas was a bishop who lived in the 4th century in a place called Myra in Asia Minor now called Turkey He was a very rich man because his parents died when he was young and left him a lot of money he was also a very kind man, and had a reputation for helping the poor and giving secret gifts to people who needed it. There are several legends about St. Nicholas, although we don't know if any of them are true. Santa Clausというのは 一体誰だったのでしょうか。一般にはそして広くサンタクロースというのは4世紀に現在のトルコにいた聖ニコラスと言われていますが本当にそうでしょうか今日はそのサンタクロースの謎に迫ってみたいと思いますメリークリスマス広志林浜祭りジャパン サンタクロースは4世紀のトルコの聖人だったというのです。そもそもここがおかしいと私、林宏氏は考えています。トルコといえばミトラ教の発祥地です。そのミトラ教はチャーチ・オブ・ローマが同じく4世紀にローマ国教として認定されると ローマン・カトリックと名を改めミトラ教を悪魔教と位置づけて徹底的に弾圧しますその4世紀に現れた聖ニコラスがサンタクロースになったあるいはサンタクロースの原型というわけですがそのサンタクロースはフリジア帽をかぶっています これがフランス革命当時のフリジア帽です。フリジア帽というのはエジプトにおいても自由の象徴的なシンボルでした奴隷たちも自由を与えられるとこのフリジア帽をかぶっていたと言われています自由の象徴それがフリジア帽ですサンタクロースはそのフリジア帽をかぶっていました フリジアというのは現在のトルコの古名ですとなるとここで大きな矛盾にぶつかることになりますどうしてローマンカトリックのビショップがフリジア帽をかぶっていたかということですねそしてそのフリジア帽は言うなればミトラ教のシンボル的な帽子となっています 今、ここにご覧いただいていますのが、ミトラ像です。ミトラ像は、皆、そのフリジア帽をかぶっています。そのフリジア帽をサンタクロースがかぶっていたというのです。そして、そのサンタクロースは、セ・ニコラス、つまり、ローマン・カトリックのビショップだったというのです。矛盾、矛盾、矛盾ということになります。 これがミトラです。帽子に注意してください。皆、フリジャー帽をかぶっています。そしてミトラは赤い衣服で描かれるのが普通でした。ミトラの着ている衣服に注意してください。赤い衣服を身にまとっています。そうしてもちろん、帽子も赤です。そのコンセプトは現在、私たちが持っているサンタクロースのコンセプトと一致します。 となると、ここで考えられる可能性は次の2つということになります。1つは、サンタクロースは聖ニコラスではなかったという可能性。もう1つは、聖ニコラスはローマンカトリックのビショップではなくて、ミトラ教のビショップであったという可能性です。 後の判断は皆さんにお任せするとしてで結論ということになります今まで述べてきた事実をもう一度並べてご覧いただきますサンタクロースは赤いフリジア帽をかぶっています赤いフリジア帽は自由のシンボルでもありましたフランス革命の当志たちは皆この赤いフリジア帽をかぶって戦いましたそしてミトラ教のミトラも 赤いフリジャーボをかぶりそして赤い衣服を身につけていますそのコンセプトはサンタクロースのコンセプトと一致しますそしてその自由の精神はやがてミトラ教からフリーメイソンへと受け継がれ現在のアメリカハドソン湾に立つ自由の像へとつながっていきますがだからといってサンタクロースが 間違っているというのではありませんその温かい心は今の今も私たちの心の中に残っていますその温かい心まで私は否定するつもりはありませんメリークリスマスということになりますがついでに二つの事実を皆さんに話しておきます そのミトラ教はミレイと変音しそしてやがてミルクと変音し現在の沖縄に伝わっているということですエイサー踊りをする人たちのかぶるかぶり物に注意してくださいそのコンセプトはまさしくミトラ教のフリジア帽のそれであるということです thank <music> you 古来よりこの日本でではは馬のの王子つままり聖徳太子はこのような姿で描かれています頭の部分に注意してくださいこの頭の部分に聖徳太子が身につけているのはフリジア帽ではないかと私林漆は考えています根拠がないわけではありません聖徳太子が建立したとされる法隆寺の五重の塔の総輪にその証拠が残っています それについての動画はこの後につなげておきますからどうかご覧になってください聖徳太子はまさにミトラミトラの再来そのものであったと私林博は考えています Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about sorin, or a sort of a decoration, usually you can see at the top of a pagoda here in Japan. You see one of them at the top of a pagoda in Horyuji Temple, Nara, Japan. As to the sorin, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that it is the oldest tree of life that exists in the world now. Or you may say, it is the oldest Christmas tree in the world. Add to the concept of the tree of life, Wikipedia writes as follows. The concept of a tree of life has been used in biology, religion, philosophy, and mythology a tree of life is a common motif in various world theologies, mythologies, and philosophies. it's a to the interconnection of all life on a planet and serves as a metaphor for common descent in the evolutionary sense. the term tree of life may also be used as a synonym for sacred tree. 現存する世界最古のクリスマスツリーは、実は法隆寺にありました。法隆寺の五重の塔のてっぺんにある草林と呼ばれる飾り物がそれです。が、この日本では、それはスチューパをかたどったものだということになっています。スチューパというのは、もともとブッダがダビにふさえた際に残された仏シャリを収めた塚を言います。塔場とも言われています。 そのフチューパに形が似ているから、そのように考えられています。が本当にそうでしょうか今日はその謎に迫,迫ってみますが、聖徳太子が建立した法隆寺に、そもそも塔場などあるはずもないのです。その説明もこの動画の中でしますが、法隆寺の五重の塔の草輪は、フチューパなるものをかたどったものではなく、バビロニア、メソポタミアにレリーフとして残る生命の木です。 生命の木そのものです。つまり、双林の支えとなっている円形の枠を、その形がフチューパに似ているから、フチューパと誤解しているということになります。が、それだけではありません。その生命の木が、クリスマスで祝うクリスマスツリーの原型になっていることを忘れてはいけません。クリスマスツリーです。今では、キリスト降誕祭、つまり、 クリスマスにはなくてはならない飾り物ということになっていますが、元はといえばバビロニア、メソポタミアの神々の生命の木でした。それがゾラスター教、ミトラ教へと引き継がれ、それがキリスト教へとつながっているということです。そのこともこの動画の中で説明しますが、それはさておき、そうなるとバビロニア、メソポタミアに残るレディーフを除いて、現存するクリスマスツリーの中で、 法隆寺の五重の塔の装林が世界最古のものであるということになります。わかりますか世界最古のクリスマスツリーは皆さん、この日本にあるのですよ。それが法隆寺の五重の塔のてっぺんを飾っている装林ということになります。では、画像を見ながら説明します。皆さんを法隆寺へ案内します。法隆寺です。 そして、えー、五重の塔です。この五重の塔のてっぺんに、草林と呼ばれる。言うなれば、飾り物があります。これがその草林です。で、法隆寺でも、まあ学校でもですね、この草林は、スチューパーをかたどったものだと説明しています。右が、生命の木です。メソポタミアのレリーフに残る、えー、生命の木です。 で、双林の、まあ、検証をしてみます。これが法隆寺五重の塔に残る草林です。右がメソプタミアのレディーフに残る、まあ、生命の木ですね。この双方をまず簡単に見比べてみてください。枝のようなものがですね、くるんと下側へ曲がり込んでいるところまで同じなんですよ。 注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。なあち、左の法隆寺の草林は、右のメソポタミアの生命の木と大変よく似ているということですね。となりますと、この丸い円形のものは何かですけども、私は支柱と判断しました。いわゆる、まあ、支えですね。 で、その支えをとってみますと、こういう形になりますが、それはそのままメソポタミアの生命の木と同じになります。上にいるのはこれマフダ・アフラマザーではなくて、メソポタミアではエンゼルと呼ばれていました。これが生命の木ですね。天使ですね。まあ、あの、先ほどのはね。で、これが、まあ、生命の木。左が法隆寺の五重塔に残る僧林です。 中部角ご覧ください。この下側へぐるっと回り込んで、そしてこの束ねてありますね。この束ねることにも宗教的な意味があるんですよ。いわゆる魂を束ねるという意味からね。まあそれはいいんですけども、みんなですね、成田山の、まあ、あります、い、え、わ、ー、我々も生命の木ということになりますね。もう生命の木と断言していいと思います。で、これが、左がメソプタミア、右が法領寺の五重塔です。そして、 中心を見ますと、やはりこうなってますか、ら束ねてあるっていうことですよね、えー。束ねてあり、そして、その、縦棒がですね、縦の棒っていうか茎って言います。なんて言ったらいいのかなそれがやっぱりこう三本になっているところも同じだということです。左が生命の木です。右が法隆寺、五重の塔に残る草林です。比較してみてください。 皆さん自身の目で比較なさることが重要かと思います。いかがですかで、同じものがですね、実は荒野山にもありました。これは根本大頭の隣の寺にあったものですけどもね、あの、このてっぺんを見ていただきたいと思います。ここにもやはり同じような生命の木が、をかたどった草林がありました。右が、 成田山さんです。まあ、西乱道ですよね。で、中央に法隆寺の五重の塔の草輪を置いてみます。みんな同じだということに皆さんお気づきになると思います。で、問題はなぜ同じかということですよね。なぜみんな生命の木をかたどった草輪を、まあ、塔のですね、えー、てっぺんに乗せているかということですよね。 それにはですね、まあ、神々の歴史を簡単に振り返ってみる必要があると思います。では、簡単に神々の歴史をおさらいしてみたいと思います。まあ、アフラマズダ、あるいは、まあ、天使だったかもしれません。で、それを、まあ、アフラマズダを信,して信奉してですね、ザラストラがドラスター教を起こし、その流れの中からミトラ教が生まれます。そして、ミトライコール聖徳大使です。 その証明もいたしました。そして聖徳太子は法隆寺、それから五重塔を建立します。そのてっぺんに草輪を乗せます。そして、ミトラ教は未礼となりますね。密教です。未、密教というのは未礼の当て字です。タシルルンポへ現状三蔵が行って、そして密教を長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って修行し、密教を日本へ持ち帰ります。そして、金剛無事を開きます。 これが根本大道です。そして、塔を見ていただくとわかりますように、上が成田山の青蘭道です。同じですね。こういう流れの中から、えー、生命の木が日本へ伝わったというふうに考えられます。あれ逆だったかもしれませんよ。それがまたね、あの、こうした古代の謎の面白いところですよ。そして、聖徳太子はミトラ棒を被っています。まあ、これはあの、 聖徳太子の像は、これを後にできた、まあ、想像図ですけどもね、同じようなコンセプトでみんな描かれています。そして、その流れ、左に行ってね、ギリシャ彫刻では、ゼウスがサンダーボルトを持つ。それが、チベットでは、バジュラになり、そしてゴコションになり、空海の帝へと渡ります。このような流れの中から、ナイターさん、それから今後、無事、それから、いわゆる、まあ、五重の塔、法隆寺とつながっていくわけです。これで皆さん、分かっていただけましたね なぜ、これあの、まあ、3箇所にですね、えー、生命の木をかたどった、いわゆる、まあ、なんて言いますか、装輪があるかという、えー、ことになります。で、ちょっと話はそれますけども、まあ、クリスマスツリーですね。いわゆる、生命の木です。これが生命の木ですね。そして、えー、これはメソプタミアのレ、えー、リ,リーフです。 Tree of life です中央に tree of life が飾られています。何かの真珠をしているように見えますね。いわゆる永遠の命を授かる、まあ、木ということになります。そしてこれが、えぇ、ー、林ですね。比較してみてください。ここにこのような形で置いてみますと、まあ、しっくりと収まると言いますか、同じということですよね。要するに。 なぜその五重の塔に、法隆寺の五重の塔に総輪があるかといえば、ミトライコール聖徳大使だからです。 で、ミトラと仏教の関係を考えてみたいと、ミトラ教とですね、ブッダの関係を考えてみたいと思います。12月25日、ミトラは母アニヒータの下で、主女解体で馬屋で生まれます。そこへ3人のマギがやってきて、ミトラを祝福します。これが3人のマギです。3人のマギというのは、ペルセポルスに住んでいたカンブジア、ストダナゴータマ、それにダリウスです。 これが、この三人がミトラの誕生に駆けつけて、えー、ミトラの誕生を祝います。こうしたまあ名前がついてますけど、これは、まあ、後でキリスト教徒がつけた名前です。で、三人のこの眉毛を見ていただきたいんですけども、皆同じフリジア帽をかぶっていますね。そしてトルコのマントを身につけています。となりますと、二番目はストダのゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいるシッターダゴータマのお父さんということになります。 これがサントアポリナーレ寺院ですけどもね、ここにその世界最古の三人のマギのモザイク画が残っています。で、この三人のマギが、キリスト教徒側の方ではですね、イエスの誕生の時にやってきた三人の賢者、三人の博士、あるいは三人のマギと説明されています。しかし、マギというのは固有名詞ですから、キリストの誕生に間に合うはずがないんですよね。三人、その、 三番目のダリウスがですね、中央の人ダのゴータマを倒して、倉についたのは、紀元前522年ですからね。ですから、どんなに頑張ったって、まあ、まあ、キリストの誕生には、間に合っていうか、先に、先の人ですからね、ダリウスはね。まあ、これはみんな、まあ、偽の名前だということを説明しています。これはまあ、トルコのケープを身につけている。っていうことですよね。ですから、 ここで、まあ、仏教、ブッダ、ブッダのね、お父さんがここにいたということになりますと、仏教とミトラ教の接点が生まれるわけです。なあち、ブッダのお父さん、なあち、ストダナゴータマが、ミトラの誕生に駆けつけているということですね。なあち、まあ、上下の位から言えば、ミトラの方が上だということです。ですから、ミトラの化身である、聖徳太子がですね、ブッダを祀るはずはないわけです。 祀るとしたらザラス,ストラドルになるわけですけどもね、ミトラ。もしくはザ、ザラスストラってことになりますよね、ミトラの上、超異心はザラストラですから。で、まあ、この、サンタクロースもですね、フリジア帽を被っていることに注意してください。これはセリキムラさんが教えてくださいました。で、ダリウスの話もちょっとしておきたいと思います。まあ、ダメ押しということになりますけど、これ3番目にのがダリウスです。 えーまあ、ダリウス、ペルセポリスに残る碑文によればですね、えー、カンブジャーがエジプトに行ってる間にストダマゴータマが位を奪った、奪ったと。で、ゴーダスたちを位置づけて、ダリウスがストダマゴータマを追い出します。そしてそのストダマゴータマは息子のですね、セッダーアルタゴータマすなわち、シッダーアルタゴータマすなわち、私たちがブッダと呼んでいる、えー、シッダーアルタゴータマを連れて、ネパールへと、ネパールの現在のルビニあたりへと逃げていったと考えられます。 カンブジアはそのままね、まっすぐルート1に沿って、えー、プレハビエへ行ったものと考えられます。ともかくも3番目にいるのが、これがダリウスです。ですからダリウスが、紀元前522年、あるいは520年にですね、4月1日に、クライに着いたときには、もう、カンブジア、それからスダナゴータマは、ペルセポルスにはいなかったということになります。ですから3人が、マギこれ3人をマギって、3人のマギって言うんですけどもね、こういう名詞、3人のマギが、 やる、まあ、ミトラの誕生に駆けつけた時には、まだこの3人は仲が良かったということを表しています。が、その後、ダリウスは2人の前の王を追い出して、自らがグレイト、いわゆる、まあ、ダリウス大王として、ペリステポルスの、まあ、王として君臨します。ダリウス一世ですね。そしてこうて比較してみますと、正確に、えー、サンタポルナリの壁画はですね、ダリウスを表現していることがわかります。はい これがダリウス、ザ・グ the Great です。そして一番前にいるのがカンブジアです。そして二番目が人だらのゴータマ、すなわち、ブッダのお父さんですよね。ブッダのお父さんです。そしてこの、この像はですね、ブッダ像、苦行中のブッダになってますけど、私は人だらのゴータマだと思います。その証拠にですね、台座のところにゾラスター教の真人の模様がこのように彫り込まれています。中央で火を焚いてますね。そしてまあ、上半身、剥き出した、まあ、 南天仏教独特の衣を着て、えー、僧たちが何やら、まあ、儀式をしています。この儀式というのは、まさに、ゾラスター教の神事であるということです。まあ、ともかくも、二番目にいるのがストダナ・ゴータマになります。その息子が、セッダ・ルタ・ゴータマということになります。ここでは一応、まあ、シッダ・ルタ・ゴータマというふうに表現しておきました。苦行中のブッダという名前になってますからね。まあ、それだけではありませんね。まあ、こうして精査していきますと、いろんなことがわかります。右がミトラ。 像ですね。皆さんご存知のミトラ像です。そしてトルコのケープ、トルキッシュケープを身につけています。襟巻きも特徴がありますね。そして模様も一緒なんですね。これ面白いですね。まあ、偶然の一致っていうことなんでしょうかね、模様というか。あの、ミトラの模様も同じのはあります。ごめんなさい。それからこれが、左が、あの、まあ、三人の賢者がやってきたということになってますけど、となると、三人の賢者というのは、三人の前に、すなわちペルスポリスからやってきたスターゲイザーということになります。 今このトルコのケープと比較していただいています。どう考えてもこの左の人は、ミトラ、ミトラ棒、まあミトラ、教のシンボルであるフリジア棒を被っているとなりますと、キリストの生誕の時にですね、キリストの元に駆けつけるはずがないわけです。すなあち、まあその後ですね、キリスト教は徹底的にミトラ教を弾圧しますからね、ポーズも同じですよね。ここに注意してください。姿勢も同じということです。すなあち、この三人はミトラ教の、まあいわゆるまあ、 ミトロティコ、ゾラスター教の流れを組む、まあ、であるとなわち、カンブジア、それからストダナゴータマ、それから3番目、一番左がダリウスということになります。そして、ストダナゴータマが、ダリウスに追われる形で、息子のシッターアルタゴータマとなわち、セッターアルタゴータマですね、宇宙の解放者、宇宙の真理の解放者という名前だそうですけども、連れて現在の、パールのルンビニあたりへ逃げていきました。そして、そこで仏教を起こします。 私は父親のセッダアルタゴータマと、ストダナゴータマとですね、シターガルタゴータマ二人で仏教を起こ,した起こしたと考えています。さあ皆さんどうですかこの中央の草林はストーパーに見えますかそれとも生命の木に見えますかそれは皆さんの判断に任せます。まあこれをストーパーという方がおかしいということです。なあち、聖徳太子がですね、えー いわゆるまあ、ブッダの像、某像、ま、ぶっしりをですね、五重の塔の頭に置くはずがないわけですね。上位。いわゆるまあ、ミトラの、ミトラの方が上位ですからね。で、もう一回結論を出しますと、これが、まあ、生命の木をまあ、いろいろというの形でモチーフとなって表現されています。ここにも描かれてますね。 この生命の木っていうのが、あの、旧約聖書のアダムとイブのた、まあ、食べ、食べなかったって言いますかね。知恵の木は食べるんですけどもね。実木の実は食べるんですけども、生命の木の実は食べないで、アダム、エデンを追放されます。そしてエデンの東へと、まあ、行くわけですね。これが、生命の木。すなわち、私たちは現在、クリスマスツリーと呼んでいるその木っていうことになります。が、この木は,元々は、もともとは、生命の木であるっていうことになっていくわけです。 で、ここに星がありますね。あクリスマスツリーには、古来より、頂点に星を置きます。すなわち、これはキリスト教の、あ神の表しているわけではないっていう一つの証拠になるわけですね。ベートーベンも大工の中でですね、えー、いわゆるまあ星空の彼方に、星空の奏でっていう形で、えー、いわゆる神々を叩いています。ここに言う星空の奏、星っていうのは、これはミトラ教の言い方であって、キリスト教の言い方でありません。すなわち、えー、 まあもっと言えばですね、公共曲第9番は、プロメイス参加の歌ということになります。まあともかくも、五重塔の、まあてっぺんにあるこの草林はですね、まあ現存する、形として現存する、まあクリスマスツリーの中では、世界最古の、世界最古のクリスマスツリーということになります。まあいかがですか ですから私たちこの日本にですね、世界最古の、まあ、クリスマスツリーが現存しているということになります。まあ、続くビデオは聖徳太子の謎に迫ったものです。どうかご覧ください。バイ。h e l l this is Hiroshiyashi h a Atago Japan.Mystery of Soaring Decoration of the p a g o d a In 法隆寺 temple. 法隆寺五重の塔の総輪の謎、えー。今日、法隆寺へ行ってきました。先ほど帰ってきました。で、総輪の写真が手に入りませんでしたので、法隆寺へ行って写真を撮ってきました。この、まあ上部にあるのがこれが総輪って言われるものですね。で、この総輪について、 まあ、法隆寺の、まあ、<laughs> まあ、そこにいらっしゃいました僧侶の方にですね、あれは何ですかって聞きましたら、あれはスチューパをかたどったものだと。スチューパというのは、まあ、あの、左のようなものをスチューパっていうんですね。で、はあ、そうですかということを、だったんですけども、えー、アタグさんが、僧侶は生命の木。 tree of life であると主張なさっていらっしゃいます。まあ、どちらが正しいかということですよね。で、比較してみることにしました。と言いますか、えー、写真が手に入りましたので、皆さんに紹介いたします。検証、まあ、旅行をしてきました。で、法隆寺例。まあ、今日は寒かったですね。えー、途中、前原のあたりには雪が積もっていました。えー、まあ、 肌を切るような風の冷たさを感じました。で、まあ、あの、参拝者もほとんどいなくてですね、えー、まあ、こうした静かな法流寺を散策することができました。で、これがその総林なんですね。で、比較してみます。これ、 まあ、あの、何て言いますか。これ、あの、左が、えー、法隆寺、五重の塔の総輪です。で、右の方が、生命の木ですね。tree of life です。で、この、形を見ていただきいただいと思言いますかね。作り方のコンセプトですね。棒がぐるっと伸びて、ぐにゃっと曲がってる。とろに、ここに注意していただきたいんです。あの、先、あの、反対のこの右の方でぐるっと中、内側へ曲がってますね。 このコンセプトが全く同じな、同じだってことが、ハッーの今回今、今日言っていまして、わかりました、えー。皆さん自身の目でご確認ください。まあ、ここまで一致してますと、違うという方が無理ですね。はい。ということが確認できました。ただし、本数がですね、 えー、法,法隆寺の五輪、五十の塔は、一方が六、六、六で中心にもう一方あるわけですね。で、tree of life の方、これはあの、あの、レリーフの一枚ですけども、まあ、このレリーフに関して言えば、二本多いわけですよね。ということで、数が六、七で、まあ、合いませんでした。まあ、それを除けばですね、まあ、まさに、えー、五十の塔の方、総輪はですね、 えー、アフラマザー、そしてエリ、エンディル、延期ですね。ごめんなさい。延期の、延期がの人間をあの、改造したわけですからに、ね、命をか改造して、そしてその、えー、遺伝子操作をして人間を改造したわけですね。ですから、あの、それがあの、ミトラの流れ、ギリシャ彫刻の流れとつながっていくわけです。まあ、結論から言いますと、まあ、今日検証旅行に行きまして、えー、これはまさに、 tree of life だということなんですね。ええ。これは間違いないですね。と言いますかなぜ、じゃあ tree of life が法隆時の総理になっているか言うまでもなく、聖徳太子が、え、ミトラだったからですね。あれは、大変ミトラのミトラ教の中でも重要な人物であったからですね。 ま、これがアフラマズダもしくはゾラ、ザラストラと言われてますけども、太陽の神ですね。でミトラがそこから生まれて、それがギリシャ彫刻からガンダーラ、ガンダーラから中宮寺のハンカシー像へとつながっていくわけです、えー。聖徳太子がそこにいますね。で、聖徳太子が、えー、法隆寺を建立し、五重の塔を建てて、その、 上にですね、草林、まあ、ち頂上と言いますかね、五重の塔の、てっぺんにですね、いまやるその、生命の木を形、かたどった草林をつけたところで、なんだ不思議はないということですね。それとも、あなたはですね、法隆寺の住職の方がおっしゃいますように、あ、草林の方がおっしゃいますように、これはシチューバだと思いますか ということなんですね。続くビデオどうかご覧ください。Thank you very much. Bye.